露骨すぎ、過大評価されすぎ、もっとひどい場合はチョコレートの缶の絵描き、とまで言われることがあったクロード・モネ。悪く言われることも多かったですが、モネは印象派画家の代名詞のような存在でもあります。モネが最後に描いた睡蓮の連作は世界中で人気で一番よく知られています。モネの睡蓮はこれまでの典型的な絵とはまるで異なるものでした。モネの睡蓮の絵は不思議な没入感があり、見ていると睡蓮の池の真ん中に浮いているような気がしてきます。モネの睡蓮の絵はただ単にモネを夢中にさせた睡蓮の絵としか見られないこともありますが、モネの睡蓮の絵には特別な思いが込められていました。モネの睡蓮の絵はヨーロッパ史の中でも残酷で痛ましい時代に呼応して描かれた絵です。モネの睡蓮の絵は第一次世界大戦で失われた何百万人もの犠牲者の記念碑として描かれたと考えられています。1914年、74歳のモネは画家として成功していて、お金には余裕がありましたが、不幸のどん底にいました。彼の友人の多くはすでに亡くなっていて、3年前に妻を亡くした悲しみを引きずっている最中に最愛の息子までこの年に亡くしたのです。さらに彼はこの頃白内障にも悩まされていました。様々な光と色を映してきた視界が黄色く濁ってきてしまったんです。74歳と高齢で画家として成功してお金もあったので、モネはそのまま引退することもできたはずです。しかしこの最悪な年こそ、5年前から計画していた巨大な睡蓮の絵の作成を開始した年でした。彼の晩年の大作、睡蓮は高さ2メートル、横91メートルのキャンバスに描かれた8点の絵です。少しカーブのかかった特殊な巨大キャンバスは、オランジュリー美術館に展示するために作成されました。風に飾られた巨大なキャンバスは、見ている人を囲い込み、見ている人は睡蓮の池に浮かんでいるような錯覚にとらわれます。モネ自身、睡蓮の絵についてこう言っています。睡蓮の絵は岸も地平線もない、波の終わりのない穴の幻を与える。現代でもパリのオランジュリー美術館には、1927年、モネが計画した通りに展示されたモネの睡蓮の絵があり、私たちは当時の人と同じように睡蓮の絵を見て、この不思議な体験をすることができます。オランジュリー美術館の2つの楕円形の展示室。この2つの部屋を完璧に飾るため、モネは展示室の建築士とも打ち合わせをして、綿密な計画を立てました。モネは絵の配置、流れ、絵と絵の間の空間にまでこだわりました。展示室の天井からは太陽光が差し込み、優しく自然に絵を照らすようになっていました。モネは東の方には日の出がある睡蓮の絵。西の方には日の入りがある睡蓮の絵を配置し、日の出から日の入りまでの時の流れを連想させるようにしました。綿密に計算されて配置された8枚の睡蓮の絵は、その日の天気、太陽の位置によって見え方が変わります。それゆえ、モネの睡蓮は飾られているその空間すらも芸術とされ、世界で最初のインスタレーションアートとも言われています。こんなにも大作を仕上げたモネですが、この絵が飾られる13年前は、相次いで友人が亡くなり、妻とも生き別れ、息子も亡くし、白内障により絵の具の色もほとんど見分けがつかなくなってしまって、自分の思った通りの絵が描けず、作品を切り裂いたり破壊したりしてしまっていました。なのでその時、1909年から1914年までの絵はほとんど残っていません。1914年、第1回印象派展が開かれてから40年経っていました。40年前、1874年はちょうど印象派の絵の人気が出てきた頃で、それ以前はまだ芸術界はアカデミーと呼ばれる組織が仕切っていて、古典的な絵を称賛する力が強く、それまでの常識にとらわれない絵の印象派は、異物として扱われていました。1874年の第1回印象派展以降、印象派の絵は人々に認知され、人気になっていき、時代が進むにつれモネは確固たる地位を確立していきました。いろんな不幸が重なった1914年、モネは絵を描くことは際限なき拷問。と言い放ち、画家を引退しようと思っていました。もう十分だったんです。しかしそんなモネの引退を許さなかった人がいました。
それがフランスの元首相、ジョルジュ・クレマンソーです。クレマンソーは1914年8月、ジベルニーにあるモネの家を訪ねています。クレマンソーは医師、ジャーナリスト、活動家を得てフランスの首相になり、第一次世界大戦でフランスを勝利に導きました。彼はとても行動力があり、芸術が大好きで、モネとは30年以上も友達で、親友と呼べる間柄でした。二人とも若い頃は型破りな人として、晩年は大御所として、フランスではとても有名でした。クレマンソーは絵を描くのをやめようとしている長年の親友に、優しく手を差し伸べ、なだめ、また絵を描くように説得しました。クレマンソーは芸術全般が好きでしたが、特にモネの絵の大ファンで、クレマンソーにとってモネの絵は、野蛮なドイツに打ち勝ったフランスの文明そのものでした。なのでクレマンソーは、モネが絵を描き続けることは、愛国者モネの義務だと思っていました。モネはオランジュリー美術館に展示されている睡蓮以外にも、たくさんの睡蓮を描いています。この睡蓮の池はモネが自宅に作ったもので、池には日本風の橋がかかっていました。睡蓮の絵は1895年頃からモネの絵に現れ始め、1898年頃から大量に描かれるようになりました。それからコンスタントに睡蓮の絵を描いていましたが、約3年間、ほとんど絵を描けない時期がありました。度重なる友人の死、妻の死、息子の死、白内障による視力の衰え、彼は限界だったんです。彼は引退を考えていました。しかし引退は親友のジョルジュ・クレマンソーによって止められました。国のために絵を描いてくれ、と懇願され、モネは諦めていた展示室全体を睡蓮の絵で囲むという計画を実行することにしました。第一次世界大戦中、クレマンソーはずっとモネに絵を懇願し続けました。戦争により物資が制限されている中、クレマンソーはモネに絵のために必要な絵の具などの物資と、たくさんのタバコを贈与しました。そしてモネはそのお返しにフランスに絵を寄贈しました。オランジュリー美術館に展示するための睡蓮の絵は、ちょうど第一次世界大戦が始まった年に描かれ始めました。睡蓮の絵は戦争の影響を強く受けながら描かれています。モネの義理の息子は戦争の最前列で戦い、実の息子にも1915年に召集がかかり、爆発音がする中でモネは絵を描き続けました。第一次世界大戦ではたくさんの人が犠牲になりました。睡蓮の絵は、そんな犠牲になった人々への哀悼の意が込められています。1918年、戦争が終わった次の日、モネはクレマンソーにフランスの勝利を祝って、巨大なキャンバスに描かれた睡蓮の絵を2枚寄贈しました。狡猾なクレマンソーは睡蓮の絵をもっと欲しいと思い、モネの自尊心をくすぐり、最終的に8枚の睡蓮の絵を描くように言いくるめました。オーギュスト・ロダンって知っていますか？誰って感じですよね。ではこちらはどうでしょう。彼の名前はあまり知られてないと思うんですが、彼の作品、考える人はモネの睡蓮と同じくらい有名だと思います。モネとオーギュスト・ロダンはライバルでした。オーギュスト・ロダンも自分の作品をフランスに寄贈していましたが、クレマンソーは彼のことはあまり快く思っていませんでした。オーギュスト・ロダンは1911年、ジョルジュ・クレマンソーというタイトルでこのような像を作って、クレマンソーはこの美化されていない自分の姿の像を嫌っていました。そこでクレマンソーは自分のお気に入りのモネに睡蓮の絵を展示する空間、オランジュリー美術館を提供することを約束しました。1870年代に印象派と呼ばれた画家は、美術界に新しい風を吹き込んだ、いわば改革者たちでした。アカデミーの神話や歴史が題材、筆の跡は絶対に残さない、理想の姿を描く、などの暗黙のルールを打ち破り、見たままの風景を、明るい色彩で、光の変化を捉え、少ない筆のストロークで、外の建物や人物などの印象をふんわりと描いたのが印象派でした。印象派が出始めた当初は、描きかけの絵、未熟な絵、中途半端、と言われ蔑まれました。しかし徐々に人気が出てきて、1880年代にもなると、印象派の絵はメインストリームになり、
1900年代にもなるとキュビズムやシュレアリスムなどの新しい表現法が出てきて、革新的で新しいはずだった印象派の表現法はもはや一般的なものになってしまっていました。そうしたこともあってか、モネは睡蓮の絵を革新的なものにしようと思っていました。モネは屋内にアトリエを持たずに絵をすべて外で描いていたと思ってほしかったみたいですが、実際は絵のほとんどを外で描き、仕上げを屋内のアトリエでしていました。睡蓮の絵を仕上げる際、モネは巨大なキャンバスを乗せたイーゼルにキャスターをつけ、移動させることで絵に光を当て、絵の見え方を確認していました。また光を当てることで絵の具を乾きやすくもしていました。一個のキャンバスの絵の具を乾かしている間に別のキャンバスで絵の具を塗る。そういったことを繰り返し、何層もの絵の具を塗り重ね、睡蓮を仕上げていきました。あるキャンバスでは15層にも重ね塗りされています。モネが睡蓮を描いているとき、75本の筆と40箱の絵の具を使っているのを見た人もいました。モネはよく塗った絵の具をキャンバスからこそぎ取って、また絵の具を塗ることをしていました。そうすることで表面に凹凸ができ、絵に彫刻のような立体感が出るのです。ところで彼の睡蓮の絵は、これまでの絵では必須だったもの。地平線がありません。睡蓮の絵には地平線の存在がなく、右から左、上から下まで、すべて睡蓮の咲く池です。なので睡蓮の絵を見ていると、自分が睡蓮の池の真ん中に浮かんでいるような感覚になります。だからこの絵は第一次世界大戦で失われた何百万人もの犠牲者のために描かれたと言われるのでしょうか。再現のない風景という点で、睡蓮の絵と戦争中の風景は似ている気がします。戦争中、兵士たちが目にするのは、おそらく再現のない瓦礫、埃だらけの景色。モネはそんな兵士たちに癒しを与えるため、再現のない睡蓮の風景を描こうと思いついたのかもしれません。この巨大なキャンバスの睡蓮の絵を描く前の1912年、モネは白内障と診断されていました。白内障は目の水晶体が濁り、すべての世界が黄色く濁ったように見えてしまう病気です。モネが睡蓮の絵を描き始めていた頃は、はっきりと様々な色と光を繊細に感じて表現できていたはずですが、白内障の症状が進んでいた頃は、このように黄色く濁った世界を見ていたはずです。黄色く濁った自分の世界を補うように、わざと青い色彩を使ったのか、晩年に描かれた睡蓮は、ほとんど青緑色で描かれ、輪郭はぼやけ、抽象表現が多くなっています。もちろん今日ではそれが芸術的と見られていますが、モネは自分が前のように色を見たり、表現できないことを嘆いていました。モネに絵を再び描くように説得するのは簡単でしたが、モネから絵を引き離すのは至難の業でした。オランジェリー美術館の展示室の準備ができても、モネは作品を渡しませんでした。色を重ね塗りし続け、作品は永遠に終わらないんじゃないかとすら思えました。事実、オランジェリー美術館に展示されている睡蓮の絵は未完成の部分があります。厄介な交渉をこなしてきたクレマンソーですが、モネに作品を引き渡させる交渉はうまくいきませんでした。結局生きている間、モネは作品をアトリエから出しませんでした。1926年、モネは親友のクレマンソーに手を握られながら、86歳でこの世を去りました。芸術は世界を変える力がある、という共通の信条がある二人は、60年以上も親友でした。モネが亡くなって数ヶ月後、モネの遺作、睡蓮は、オランジュリー美術館に展示されました。モネとクレマンソーの長年の計画が叶った瞬間でした。しかしそれは華々しいものではありませんでした。モネの睡蓮は、年寄りの描いた絵で救いようのないぐらいぼやっとしている、と酷評を受けました。荒い筆遣いで描き殴ったように見える絵は、キュビズムやシュレアリスムといったものが流行っていた世間には受け入れられないものでした。出てきた当初は斬新すぎると言われていたモネの絵が、今度は全然斬新じゃない、と批判されてしまったのです。自分と大親友のモネの長年の計画が、芳しくない結果に終わってしまった絶望に苦しみながら、クレマンソーは1929年に亡くなりました。
しかしモネの睡蓮は1950年代に現れたアメリカの前衛芸術の新星たちによって注目されるようになります。ジャクソン・ポロック、マーク・ロスコなどの抽象画家たちがモネの作品、特にオランジュリ美術館に展示されているモネの最後の作品、睡蓮の素晴らしさに気がつき、モネの睡蓮こそ抽象画の原点だったと感銘を受けました。規格外のキャンバス、睡蓮の池に引き込まれる感覚、感情が動かされる感じ。ジャクソン・ポロックたちはモネの最後の作品、睡蓮にゾクゾクした感動を覚えていました。彼らは睡蓮の絵そのものより、モネの創作活動や表現する喜びを感じていたんです。前衛芸術の新星たちが注目するようになり、モネの睡蓮は次第に人気になっていきました。オランジュリ美術館は現代でもモネの最後の作品、睡蓮を展示していて、モネファンの聖地のような場所になっています。現代のモネの睡蓮の人気は、モネの表現力や才能を去ることながら、モネの長年の友人、フランスの前首相、ジョルジュ・クレマンソーの存在がなければありえなかったでしょう。ということで今回は、首相に愛されたモネの悲哀の睡蓮についてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。